絹、絹は、蚕の眉から取った、動物繊維である。独特の光沢を持ち、イニシエより珍重されてきた。蚕が体内で作り出す、タンパク質、フィブロインを主成分とするが、1個の眉から約、800から1、200メートル取れるため、天然繊維の中では、唯一の超繊維、フィラメント糸である。絹織物などに用いる。カイコの眉を静止し、 引き出した極細の剣士を数本揃えて、創士の状態にしたままの絹糸をキートというが、これに対して、キートをアルカリ性の薬品、石鹸、アク、ソーダなどで精錬し、セリシンという硬質成分を取り除き、光沢や柔軟さをとませた絹糸をネディートと呼ぶ。ただし、百パーセントセリシンを取り除いたものは、数パーセントセリシンを残したものに比べ、光沢は著しく劣る。 キーとは、化学染料、ネディーとはいわゆる、草木染めに向くが、歴史的に前者の手法が用いられ始めたのは、明治維新以降であり、昔の文献や製品にあたる際、現在の絹織物とは別物に近い外観と、性質を持つ。また、養殖、養蚕して作る家帰り子ギヌと野生の繭を使う、クワゴギヌに分けられる。絹の生産は、 紀元前三千年頃の中国で始まっていた。伝説によれば、皇帝の皇、清涼氏が木のと織物の製法を築いたとされ、一説には紀元前六千年頃ともされる。少なくとも、前漢の時代には、産出での大肉のりや産卵の保管方法が確立しており、現在の四川省では有名な、の生産が始められていたという。六世紀半ば、北魏の 生民用実によれば、現在の養蚕原理がほとんど確立していたことが判明している。また、北宋時代には、公的需要の高まりに伴って、両税法が洗脳から絹納めへと実質切り替えられ千年、以後農村部においても生産が盛んになった。一方、他の地域では、絹の製法がわからず、非常に古い時代から、絹は中国から陸路でも、海路でもインド、 ペルシア方面に輸出されていた。これがシルクロード、絹の道の始まりである。紀元前1000年頃の古代エジプト遺跡から中国絹の断片が発見されている。古代ローマでも絹は上流階級の衣服として好まれ、紀元前1世紀にエジプトを占領すると絹の貿易を求めてカイロインドに進出、その一部は中国に達した。だが、ローマでは 同僚の金と同じだけの価値があるとされた絹に対する批判も強く、アウグストゥスが法令で、すべての人間の絹製の衣類着用を禁止した。マルクス・アウレリウス・アントニヌスは、絹製のローブが欲しいという項の懇願を拒絶して、模範を示したが、それでも絹着用の流行は止まることはなかった。6世紀に、絹の製法は、ネストリウス派を通じて、東ローマ帝国に入った。 中世ヨーロッパでは1146年にシチリア王国のルチジェーロ二世が自国での生産を始め、またベネツヤが絹貿易に熱心でイタリア各地で絹生産が始まった。フランスのフランソワ一世はイタリアの絹職人をリオンに招いて絹生産を始めた。リオンは近代ヨーロッパにおける絹生産の中心となる。ちなみに宗教改革で母国を追われたプロテスタントの 絹職人を受け入れたイギリスでは、ジェームズ・一世以来、何度も絹の国産化を計画したが本国で開港、育てることにことごとく失敗し、1619年にようやく成功にこぎつけた植民地もまたアメリカ合衆国として独立した。このため、他のヨーロッパ諸国よりも中国産の良質な絹を求める意欲が強く、これが永清志間の貿易不均衡。 さらには、アヘン戦争へと繋がっていく原因となったとする説も、ある。日本にはすでに、弥生時代に、絹の製法は伝わっており、律令制では納税のための絹織物の生産が、盛んになっていたが、品質は、中国ギヌにはるかに及ばず、また、戦乱のために生産そのものが衰退した、長時代前期には21カ国でしか生産されて、いなかったとする記録がある。 このため日本の上流階級は常に中国ギヌを鎮長し、これが日中貿易の原動力となっていた。秋夜に日本との貿易が禁止されたため、和光などが中国沿岸を荒らし回り、この頃東アジアに来航したポルトガル人は日中間で犬貿易を仲介して距離を博した。鎖国後も中国ギヌが必要だったため、長崎には 中国商船の来航が認められており、国内商人には糸アップが導入されていた。長年の衰退の影響で、日本国内産の海湖はもっぱらマータの生産にしか用いることができない劣悪なものが多く、西陣や博多などの主要ギヌ織物産地では、中国ギヌが原材料として用いられていたが、鎖国が行われ始めた、官営年間から品質改良が進められた。 また、幕府は、産種確保のため、代表的な産地であった旧有機藩領を天領化し、ついで同じく天領で、より生産条件の良い、道の区国立軍に生産拠点を設けて、産種の独占販売を試みた。これに対して、仙台藩、尾張藩、加賀藩といった大藩や、上野国や品野国の小藩などが、幕府からの圧力にもかかわらず、 養産や絹織物産業に力を入れたため、徐々に地方においても、ギー糸や絹織物の産地が形成された。この結果、上京年間1685年には初めて、江戸幕府による輸入規制が行われた。さらに、同幕府の八大将軍、徳川吉宗は貿易赤字是正のため、天領、諸藩を問わずに生産を奨励し、江戸時代中期には、日本ギヌは、 中国ギヌと遜色がなくなった。このため、幕末の開港後は、ギヌが日本の重要な輸出品となった。そして、明治維新後、1873年、明治6年には、岩倉施設団が、米欧歴訪中、イタリアを訪問しており、当時のイタリアの養蚕、キート生産の様子を詳しく視察している。養蚕業、生死業は、 明治以降の日本が近代化を進める上で重要な機関産業であり、食産工業の立役者の一つである。ほぼ前後して、清し、中国でも製紙業の近代化が欧米資本及び現地の官民で進むられた。もともと国内での需要と消費が多く、生産者も多かった日中両国での機械化による生産量の増大は、絹の国際価格の暴落を招き、 ヨーロッパの絹生産に大打撃を与えた。なお、日本と中国における最初の近代的な製紙工場といわれる富岡製紙場と宝商糸商、上海の技術指導を行ったのは同じフランス人技師であるポール・ブルナーであった。日本は米国での営業を新井良一郎に頼った。1909年、日本のキーと生産量は清市を上回り、世界最高となった。 金ートは明治、対正と日本の主要な外価格特限であったが、1929年以降の世界恐慌では、世界的にキート価格が暴落したため、東北地方などを中心に農村の不況が深刻化した農業恐慌。第二次世界大戦で日本、中国、ベトナムなど東アジア諸国との貿易が途絶えたため、欧米では絹の価格が高騰した。 このため、ナイロン、レイヨンなど人造繊維の使用が盛んになった。戦後、日本の絹生産は衰退し、現在は主に中国から輸入に頼っている。1998年の統計では、日本は世界第5位の生産校ではあるが、中国、インド、ブラジルの上位3カ国で、全世界の生産の9割を占い、4位のウズベキスタンも、 日本を大きく引き離している。2010年現在では、市場に提供する絹糸を製造する、製紙会社は、国内では2社のみとなっている。絹の布をこすり合わせると、キュッキュッと、音がする。これを、絹なりという。繊維断面の形が三角形に近く、こすり合わせた時繊維が引っかかり合うためで、凹凸のないナイロン繊維ではこの音はしない。 キートの検査を行うたために設けられた国立キート検査所は横浜及び神戸に設けられた。輸出されるキートは必ず国立の検査所でその制お及び品位の検査を受けなければならなかった。検査の結果、格付けが定められた。内国仕様のキートは請求があれば検査された。明治28年横浜及び神戸に創設され、 キキーートト検検査査がが、行われれていたた。明治34年、神戸キート検査所は閉鎖された昭和初年には輸出用キートは大部分品位検査を経て取引されるようになり昭和2年7月1日からは輸出キート検査法が実施され輸出キートのすべてについて清量検査を行い昭和6年輸出キート検査法が改正され7月1日からは キート格付け検査が行われることになった。福井、石川、京都3府県にも地方キート検査所があり、神戸には私立検査所があって、昭和6年4月から国立になった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。